まあ天心は俺まあ 4,5 ラウンドぐらいで倒すと思うけどね、うん、まあ、ただ私は今回あえて天心の予想はしたくないで 見なきゃ分かんないもん、なんだかんだ言っても、うん、まあ、ボクシングをね、ボクシングの試合見たことがないんでね、やっぱり今日の試合がまあ当然試金石になるんだけど、見てみないと、ね、なんとも予想、なんか予想はまあ予想としてますあるんだけど、見てみてから言いたいよね、やっぱどのぐらい強かったのかとかね、まあ、どのぐらいの力だったのかっていうのを終わってからこうなんか、ね、具体的にちょっと言いたいなと思うんでね、なんか、いや私は、まあ、天心が倒すとは思うけど、苦戦もすると思う、まあまあ、やっぱり相手も天心チャンピオン、天心君に勝てばどれだけの、ね、プラスになることかと思って、それは頑張ってくると思うんでね、だから、まあ、一発にやってもらって、ちょっとグラグラもするかなって、まあ、そのヒヤヒヤの中で最後は倒すだろうと思うけど、あれ、本田会長が、もう特に天心の吸収力がすごいって言ってましたね。ああ、すごいね。伸びがね。伸びが半端じゃないって。こんなに伸びる選手だったみたいなことをね、記事読んだんですよ。元々だって中学生の頃からやってんだよ、中1から。まあ、そうですよ。それは強いよ、やっぱ。いや。それはボクシングだけにしたんだから、ものすごい強いと思う。普通、子供とかだったら吸収早いですけど、天心ぐらいの年いったら、まあ、そこまで吸収すると思ってなかったんですよ。吸収力半端じゃないんですよ。だから今までやってきたことが、すぐには聞き入れやすかったね。そうですね。まあ、ケンシロウは余裕だろうしね。まあ、そうだよね。余裕であってほしい。大丈夫だよ。まあ、けど、俺はね、ケンシロウはね、一応今回挑戦だったじゃないですか。その相手が強いんですよ、今回の挑戦者の方が。今回強いね、パンチあるし。あれの方が強いです。で、すごいのが、今回の相手も試合が決まってて、調整はバッチリ。ああ、そうなんだ。そうなんだ。だからまあ試合見たけど、まあそれはね、たまたまその干渉した試合を見てるんで、まあ相手が変われば選手ってすごく強く見えるじゃないですか。いい勝ち方したら、まあね、すごく強く見えるんで、それでもあるかもしれないけど、基本はね、そのガードが高くてさ、パンチもありそうな感じなんですよ。だから統一戦のチャンピオンよりこっちの方が強いんじゃねえかなと思うぐらいいい選手なんで、まあただケンシロウ強いからね。強い相手だったら、果たして今までのようなボクシングが本人ができるのかどうかわかんないけども、まあ体調次第でしょ、ケンシロウ。まあ、バチバチ打ち合わない方がいいと思うな、うん、足を使いながら、まあね、入ったり本来のボクシングして、今回も結構バンバン来るからね、パンチあるし、足を使いながら、自分のボクシングをしてチャンスがあればガツンと行くみたいなね。まあ、当て側は多分ケンシロウの方があると思うから、まあ、中盤ぐらいに倒すかなっていうのはあるけど、危険もあるよね。まあ、こんな感じで、あとは試合終わってまたどうなったか、ずれてんじゃないかとか当たってんじゃないかとかね、はい、直後にじゃあまた、はい、それだったら一回試合終わってそれを下見して見た見て経過してそれで言ってこれ言って言ってなるほど当ててすごい当たって見せたら当たって見せたらそれできるよねできますそれもいいんですよ。試合終わったらトカちゃんもう死んでるんだ酔っ払って鼻ついてるかもしれない。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。特に那須川天心選手と、うん、トネ・ゲラジ選手のこの2試合についてお伺いしたいんですけど、うん、どうでしたか。まずからでいいですか。どうぞ。蓋を開けてみれば予想通りよ。うん、やはり天心強かったんだなと。うん、だけど見てみなきゃ。けど私はある意味予想以上だったところもあったね。うん、スキル的には、うん、ね、世界。ああ違ってない、日本上位なんかをね、一方的に、あそこまで一方的になんかね、一発もらったりとか苦戦するしたりもするのかなと思ったりという心配もあったんだけど、全くないじゃないですか、ね、日本の上位なんかを まさに完封したんで、完封どころか、完封以上の試合で、まあすげえなと改めて。ただまあ、欲を言えばね、まあ、ファンの人とかなんでちょっと倒せなかったのかどの頃って言うかもしれないけども、まあ、技術的にやっぱあそこまで完封したっていうのはやっぱ天心の凄まさだと私は思いましたね、うん、はい、次は、はい、今日は勝ち負けより、まあ、両方ね思ってる通り勝ったんだけど、いい試合してくれた、もう最高でした、うん、久々にもうね燃えましたね。
ケンシロウとアンソニーの試合がね、ケンシロウがあっさり勝つと思ったんだけど、うん、ものすごい頑張ってものすごいいい試合になったんで、あれがあれこういうのがボクシングだよっていうのを本当に初めて見る 人も見てほしい、うん、そして、天心選手のね、まあ、勝つのは分かってたけど、日本ランカーをあれぐらい手玉に取って勝てたっていうのはすごい、でも倒したかったんだろうなっていうのもあるだろうから、これからまあそっちをまた倒していけば、井上チャンピオンみたいにどん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 ね、世界に近づいて大もう世界中で人気が出ると思うんで、うん、期待してますよ。まあ俺はね、もちろんあの、まあ、苦戦するだろう、中身はね、あの上の一方的かも分かんないけど、倒すのはまあ5分ぐらいかなって、うん、なったんだけど、言ったんだけど、まあ、結局ね、判定で、まあ、一方的だったんだけどね、デビュー戦としてはもう100点だよね、うん、ただ、どうだろうな、間でちょっとボクシング的な、どうだろうな、動きをしないわけよ、なんかこう歩いたりさ、そういうのはちょっと、あ、おちょくるような動きってこと？おちょくるっていうかね、ちょっと、うん。うん、だからそこだけはちょっと、まあ、気をつけた方がいいかな、うん、あとね、まあ、本人も多分ケンシロウ君の試合見て思っただろうけど、やっぱボクシングってすごいなと多分気づいてると思うから、ね、ケンシロウに近づけ、で井上尚弥に近づけ、追い越せの気持ちで頑張って、うん、あのボクシング界を盛り上げてもらいたいね。まあいい試合だったよ、うんうん、はい、ありがとうございました。じゃあ、今度ね、あのチャンピオン育成企画で、まだ唯一2人だけが残ってるんだけど、そのうちの処理、永瀬大輝が、1試合この間判定で見事勝って、次の試合新人王トーナメント第1試合が4月12日やります。みんな期待してください。チャンピオン育成企画でティアンゴ1ジムに所属した永瀬大輝です。4月12日から新人王トーナメントがあるので、まず初戦は必ず KO して勝って優勝までいって T&1 ジム初の全日本新人王を取りたいと思います。応援お願いします。サブチャンネルを立ち上げようと思います。一応ステージ4って言われて丸8年生き延びてる人間なんで、多少はなんかアドバイスができると思うんで、まあそういったね、相談とか自分がやった治療法とか、ちょっとこれからはそっちのチャンネルで流していきたいと思うんで、ぜひそちらの方もご覧ください。で、これはね、本当に収益につながったらその収益の一部を寄付しようと思います。まだ寄付する団体とか決めてないんですけど、ね、サブチャンネルを立ち上げる決意とその報告をさせていただきました。ぜひよろしくお願いします。